問いたすキーワードからいきましょう、はい、こちらです。前走1着、うん、中7周以内ならベスト、そして前走右回りです。なるほど、詳しく教えてください。はい、まずは前走1着中7周以内ならベストですが、フラワーカップの過去10年の勝ち馬チェックしますと9頭が前走1着馬だったんです、はい、今回も前走1着の馬から褒め馬選ぶの良さそうです。これはね結構言われててね、確かにそうなんですよね。前走1着馬がすごい強くて、クリアしてるのはドナウパール、パルティキュリエ、エミュー、マテンローアルテ、セリオーソ、ココクレーターの6頭でございます。はい、はい、さあ、さらに絞るなら、その9頭の勝ち馬のうち8頭は前走との間隔が中7周以内の馬でした。なるほど。このデータにパルティキュリエとセリオーソが引っかかってしまい、残ったのはドナウパール、エミュー、マテンローアルテ、ココクレーターの4頭ということでございます。はい、この4頭の中に馬券圏内はいそうな気がしますよね。なんか、はい。さあ続いて前走右回りですが、ここ7年のフラワーカップで馬券圏内に来た21頭のうち20頭が前走は右回りの馬でした、うんうん、左回りだった馬は2着1回のみなので、馬券の中心は前走右回りだった馬から選ぶのが良さそうです。はい、先ほどの4頭で言うとマテンローアルテとココクレーターが左回りだったので、残ったのはもうこれはドナウパールとエミューのみですね。はい、高木騎手とデミューロ騎手はこのコースの相性もいいので、まあこの2頭は相当面白いかもしれませんね。これね、人気的にも手頃というか、まあエミューは、まあ、割れてるんですよね。はい、はいはい、